バルセロナのスペイン代表 MF、ペドリに対し、イ・グランドからリバプールと、マンチェスター、シティが獲得オファーを出すことを検討しているという、スペインでの報道をもとに、A 氏、バプールエコーなどが伝えている。今 C のバルセロナはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、ペドリは、昨年夏に入りしたバルセロナで17歳にして、レギュラーに来、スペイン代表として出場したユーロ2020、欧州、テケンで、ベストイレブンに選出され、U24 スペイン代表として、東京五輪、東京オリンピックで銀、ダルを獲得するなど1年間にわたってあらゆる舞台で、フル稼働して、結果を残してきた。欧州、カー界でも、特に高い評価を受ける10代選手一人となったペドリは、プレミアリーグのビッグクラブからの関心も引きつけているよう、リバプールとシティが来季に向けてオファーを準備しているとも報じられている。リバプールは、中盤の若返りに向け、ボルシア・ドルトムントのイングランド代表 MF、ジュード・ベリンムなどへの関心も噂される。ペドリに対して1億ユーロ、約130億円というクラブレコードの渡る金を提示することも考えているとされてい、一方のシティでは、元バルセロナのジョゼ・グアルディオラ監督がペドリを非常に気、入っているという、バルサスタイルに適応し、ペドリは、同監督にとって、理想的な選手にな、可能性があると見込まれている。バルセロナ、ペドリの現在の契約は今季末までとなって、リ、延長オプションを行使したとしても今季終われば、残り1年。プレミアリーグ勢などからオファーに対抗するためには契約延長が必ずとなりそうだ。両。